皆さんこんにちは。中島健人さんは SEX ユゾーンのメンバーでありながら俳優としても活躍していますよね。そんな中島健人さんには結婚寸前の彼女がいるという噂があるんです。一体誰なのか、どういう関係なのか気になりませんか今回は中島健人さんと熱愛の噂になった女性たちを紹介していきます。 まず最初にご紹介するのは、ドラマ、彼女は綺麗だった、で共演した芝風花さんです。このドラマでは、真逆の成長を遂げた二人のすれ違う初恋を描いています。中島健人さんは、太っちょからイケメンエリートに変身した彫刻部総介役で、芝風花さんは、美少女から残念女子になった佐藤愛役でした。二人はドラマの中で、 何度もキスシーンを演じており、その中の良さが伝わってきました。ドラマ放送後も、二人は、仲が良い様子を見せています。柴風花さんはインタビューで、中島さんとは、すごく仲良くなれました。一緒にご飯も行ったりしました、と語っています。中島健人さんもインタビューで、小芝さんとはすごく気があって、楽しく撮影できました。 彼女は綺麗だったです、と絶賛しています。また、ドラマの特別番組では、二人がサプライズで登場した SEX ユゾーンのメンバーから、付き合ってるんじゃない、とからかわれていました。これだけ聞くと、二人はまさに、結婚寸前のカップルに見えますよね。しかし、二人が本当に付き合っているという証拠はありません。 ドラマの番宣やファンサービスとして仲良く見せているだけかもしれません。実際に、二人がデートしているところを目撃されたり、スクープされたりしたことはありません。また、芝風花さんはインタビューで、宗介派かひぐち派かという質問に対して、私はひぐち派です、と答えています。ひぐち也役は赤楚衛二さんで、ドラマでは、 佐藤愛の幼馴染みで重い人です。つまり、芝風花さんは中島健人さんではなく、赤楚衛二さんが好きなのかもしれませんね。それでは、次にご紹介するのは、それでは次にご紹介するのは、ドラマ、恋は続くよどこまでも、で共演した福原遥さんです。このドラマでは、中島健人さんは、天才外科医の天道会議役で、 福原遥さんは看護師の桜七瀬役でした。二人はドラマの中で恋に落ちていきますが、そのキュンキュンするシーンが多くて話題になりました。ドラマ放送中に二人がプライベートで仲良くしているという目撃情報がありました。2020年1月には二人が都内のカフェで一緒に食事をしているところを目撃されています。また、 2020年2月には、二人が都内の高級ホテルに入っていくところを目撃されています。これらの目撃情報から、二人は交際しているのではないかという噂が広まりました。しかし、二人はドラマの番宣や打ち上げなどで一緒になることが多かったため、仲良く見えただけかもしれません。実際に、 二人が交際しているという報道や証拠はありません。また、福原遥さんはインスタグラムで、天童先生と桜ちゃんはドラマの中だけです。とファンに語りかけています。つまり、福原遥さんと中島健人さんはドラマの役柄以上の関係ではないと思われますね。それでは、次にご紹介するのは、それでは次にご紹介するのは、 映画、ニセ恋、で共演した中条あやみさんです。この映画では、中島健人さんは、ヤクザの息子である一条落役で、中条あやみさんは、敵対する組織の娘である桐崎千と下役でした。二人は、ドタバタな恋愛模様を演じていましたが、そのキュートなシーンが多くて話題になりました。映画公開前に、 二人がプライベートで仲良くしているという目撃情報がありました。2018年11月には二人が都内のカフェで一緒に食事をしているところを目撃されています。また2018年12月には二人が都内の高級ホテルに入っていくところを目撃されています。これらの目撃情報から二人は 交際しているのではないかという噂が広まりました。しかし、二人は映画の番宣や打ち上げなどで一緒になることが多かったため、仲良く見えただけかもしれません。実際に、二人が交際しているという報道や証拠はありません。また、中条あやみさんはインスタグラムで、一条くんと千とゲちゃんは映画の中だけです。とファンに語りかけています。 つまり、中条あやみさんと中島健人さんは、映画の役柄以上の関係ではないと思われますね。それでは、次にご紹介するのは、それでは次にご紹介するのは、ストーンズのジェシーさんです。ジェシーさんは、SEX ユゾーンの中島健人さんと仲が良くて、よく、一緒に焼肉に行ったりしています。二人は、 ビジネスチックな話もするそうですが、ジェシーさんはひたすらボケて中島さんを笑わせるそうです。中島さんは、ジェシーさんとのコンビ名を、ジェティと名付けています。二人は、ラジオやブログでお互いのエピソードを語ったりしています。先日は、s e x u ゾーンのライブに、ジェシーさんが見学に来ていて、アンコールの時に、 一人でボックス席で踊っていたそうです。中島さんは、俺らより目立つのやめてもらえる。と思っていたそうですが、ジェシーさんの陽気さやホスピタリティにはびっくりしているそうです。二人は、下降り明星とタッグを組んでいろんなイベントをやりたいという話もしているそうです。ジェシーさんと下降り明星の聖夜さんは仲が良くて、 中島さんと霜降り明星の粗品さんも仲が良いそうです。二人ともお笑い好きでポジティブな性格なので、コラボしたら面白そうですね。それでは、次にご紹介するのは、それでは、最後にご紹介するのは、中島健人さん自身です。中島健人さんは、SEX ユゾーンのリーダーであり、歌やダンスはもちろん、 演技や司会など幅広く活躍しています。最近では、ドラマ、箱詰めへたた交番女子で主演を務めたり、映画、ハニーレモンソーダで声優に初挑戦したりしています。中島健人さんは、仕事に対して、真面目で努力家であり、ファンや後輩に対しても優しくて気配りができる方です。また、 お笑い好きで明るくてポジティブな性格であり周りの人を笑わせることが得意です。趣味はゲームや映画鑑賞で、特技は英語やピアノです。セクシーゾーンが約1年ぶりに、通算9枚目のオリジナルアルバムを6月7日に発売することが決まりました。アルバムのタイトルは、c h a タールアイアイメンバー全員で話し合い。セクシーゾーン第2章。 という意味も込めて、このタイトルになったそうです。アルバムは、80年代から90年代のレトロ感を加えた演出からインスピレーションを得て制作され、昨年発売された、ザ・ハイライトに続く新作です。前作の懐かしさはそのままに、サウンドの幅を広げ、より大人っぽい雰囲気を出しているとのことです。また、通常版のディスクにには、 2020年にリリースされたアルバム P オープニング×ステップ以来のメンバーソロ曲も収録される予定です。アルバムの詳細情報は順次発表されるそうです。4月12日には菊池風磨きがダブル主演するテレビ東京ドラマパラー VI 隣の男はよく食べるが放送開始します。また4月15日には 松島さとしが出演するテレビ朝日系ドラマ、帰ってきたぞよ。小太郎は、一人暮らし、モスタートします。